早くも第2回目ということで。早くもそうですね。第2回目です、今日は。今日のゲストは、ジュビロ磐田の三浦龍輝選手に来てもらいます。三浦龍輝選手とは、はい、FC 東京ユースの後輩です。なんで今日、三浦選手と。やっぱりこう、まあ、J2 で今、ジュビロ磐田とてもいい順位にいて、やっぱそういうところで守っているゴールキーパーなので、やっぱこう、すごい自信を持っていろんなことを教えてくれるのかなっていうのと、僕一個すごいね気になってるのが、多分三浦選手ってシーズン始まったタイミングからスタメンだったことって多分過去ほぼないんですよね。だからその今年のそれこそキャンプの時ジュビロと練習試合やった時もまだ三浦選手は試合出てない状況で、で山路頑張れよとかって話をしてて、でやっぱりこう今までも何度もそういうこうキャンプだったりその立ち上げた時点ではスタメンじゃなかったけど途中で試合出たりとかっていうことをたくさん経験してて、だから本当にゴールキーパーにはいろんなタイプがいて、こう、まあ、今ちょうどオリンピック東京オリンピックやってますけど、オリンピックでやってるようなアンダーからずっと代表に入ってる選手もいれば、あの三浦選手みたいに今大卒で高校からプロになれなくて大卒で入って、で毎年やっぱそういう競争の中で最初はじゃあ外国人選手を呼ばれがチームにいたりとか、他のゴールキーパーの選手、年上のベテランの選手がいたりした中でも、そこからやっぱポジションを奪うっていうのは、僕は素晴らしいことだと思うので、どういうところをその普段出てないときとか意識してるとか、そういうところを聞きたいなと思います。やっぱ練習で常にこうアピールし続けて、今こうやってポジションつかむっていうことをやっぱやってるわけじゃん。で、それはどういうメンタリティでポジション争いに挑んでるの？決められた本数自分で数えてて、あいつよりも止める、あいつよりもゴールを入れさせないっていうのをずっと自分の中でこう数えてましたね。ゴンダム、今日はジュビロ磐田の龍輝選手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。龍輝は俺が思うに龍輝のキャリアってすごいこう、まあ、我慢が多いキャリアって言ったらまあちょっと失礼なんだけど、いろいろ本当にね、じゃあ最初はレイソルだよね、最初。はい。レイソルに入って、で、レイソル何年か ?1 年 ?1 年です、1年です。そうだよね、レイソル。しかもレイソルもあれは何、もうギリギリで決まったんだっけ？怪我人が出て、で、まあ1人足りなくなるからっていうことで、練習参加をしたんですけど、それでまあ一応入ることになって、で1年でアウトになったっていう感じですか。もうじゃあさ、レイソルに入れなかったら普通に就職しようと思ってたの？まあ J1、まあ、J2 の、まあ、自分が納得いくクラブから来ない限りはもう就職しようって思ってたんで、まあレイソルがラストチャンスっていう感じでした。もうそっからじゃあ何も8年 ?9 年ぐらいやってるってこと？7年目ですかね。すごいよね。だってもう、そもそもだってレイソルに怪我人が出なかったら練習にも呼ばれないわけでしょ。そうなんですよ。で、それで練習持ってるんですよ。プロになれなかったわけでしょ。そうそうす。もちろんそうですね。ねえ、J2 で上位のジュビロでバリバリ出てるわけじゃん。うん、まあ今はですね。そうで、その今はっていう話をちょっとまだ聞きたいんだけど、今年さ、キャンプの時もさ、鹿児島で会った時もさ、試合出てなくてさ、いや、ちょっと頑張りますっていう状況じゃん。やっぱ、ジュビロ入ってからも、開幕スタメンはないよね。ないっす、ないっす。ないよね。はい、でも、結構試合は出てるわけじゃん。で、今もこうやって出てるわけじゃん。はい、やっぱそういうのって、俺はすごい難しいんだろうなって思ってて、うん、常にさ。はい、そうっす。その時は序列として自分よりも上のキーパーがいて、練習試合も2本目3本目じゃあもしかしたら出れない時もあってみたいな中から、やっぱ練習で常にこうアピールし続けて今こうやってポジションつかむっていうことをやっぱやってるわけじゃん。でそれはどういうメンタリティでポジション争いに挑んでるの？ J1 いた時はカミンスキーいたんで、カミックに勝つ努力をするっていうのはもちろんそうなんですけど、カミックにないものをやっぱ自分がプレーでアピールするっていうのはすごいこう大事かなと思ってたんで、まあ足元の部分だったりキックの部分っていうのはこう磨きをかけて常にやっていた部分はあります。でじゃあさ、カミンスキーがじゃあ行った時はじゃあそうやってじゃあカミンスキーにでもやっぱ試合出たいじゃん絶対。はい。
じゃあカミンスキーのものを盗むっていうよりもどっちかでは自分のストロングをどんどんアピールしていこうっていうのが強かった。はい、最初はそれだったんですけど、まあ練習からやっぱカミックよりも止めなきゃいけないっていうのはもちろんあったんで、まあ今もそうなんですけど、こうまあキーパー3人4人いて、まあシュートに入るっていう時に常にこう自分の中でこう決められた本数自分で数えてて、あいつよりも止める、あいつよりもゴールを入れさせないっていうのをずっと自分の中でこう数えてましたね。それは何、ずっとそれいつから、昔から？いやージュビロ来てからだと思うんですけど、やっぱ立場上最初4番手で入って、まあこう来年ないっていう状況で入ったんで、なんとしてもこう周りのキーパーよりも止めなきゃいけないっていう、こう切羽詰まった思いですかね、それから始まったって感じですかね。すごいね、リュウキ。いや俺でだってそれをモチベーションになってずっと今までやってきてさ、じゃあ、はい、じゃあ試合出れない時もやっぱじゃあ自分がその誰よりも止めるっていうところがまずは軸になってる。そうですね、まあ、それでこう選ばれなかったら自分の中でも納得するかなっていうところですかね。ああ、そういうことね。あ、じゃあもう自分がじゃあそもそも今日の練習でチームメイトよりもシュート決められてたら、まあこれはもうそもそももうまあ当然だなって、もう納得もできないし自分に悔しい。そうですね、はい。はい。だもっと練習頑張ろうっていうふうですかね。そのモチベーションの持ち方はすごいいいな。俺も今日からやろうって思った。マジで。いや、本当ですか。え、でもさ、そうじゃん。まあそうですね、俺はやっぱりその練習は、体の動きを作るものっていう感覚が結構強いのね、うん、はいはいはい、だからちゃんと正しい動かし方をするとかそういうことをすごい意識するんだけど、うん、でもやっぱり分かんない、立場的にさ、じゃあ俺今エスパルスでしか出てるけど、じゃあ出てないキーパーからしたらさ、自分の方が止めてるっていう感覚になられるってやっぱ良くないじゃん。だからいや練習で一番止めてる選手が試合出るんだよとか、一番確かに納得感はあるのね、うん、はい、ちょっとマジありがとう、今日から頑張ろう。勇気的にさ、こう試合出続けてるじゃん、うん、出てて、こう自分の中でなんかさ、もっとこうしたいなとかさ、もっとこういう時どうしたらいいんだろうなみたいなってなんかあるの？うん、なんか今までは、まあ、ルヴァンだったり、うん、あとは怪我した時にちょっと出るって感じで、まあ、1試合出てその次の試合って1ヶ月空いたりとかっていうのが、うん、まあ、僕ほとんどだったんですけど、でその時ってこう、まあ、1試合にかける思いも強いし、1試合終わった後のこう一喜一憂じゃないですけど、それもすごい強かったんですよ。で今こう毎週試合来る状況でこう、まあ、一喜一憂してる場合じゃないなっていうのはすごい思ってて、でまあ試合で初めて5試合、まあ、5試合5、6試合はすごい一喜一憂してる自分がいて、こう、まあ、試合中でも一つのミスでこうちょっと下がっちゃったりっていうのが多かったんですけど、まあ、そこが今はやっとこう、まあ、トータル1試合で勝てばいいかなっていうふうに考えれるようになってきたかなっていうのはありますね。でまあ権田君はずっと試合出てる状況で、その辺はどういうふうにこう考えてるのかなっていうのは気になりますね。気になんねえだろ、今一応聞いたみたいな感じじゃん。聞いとくよみたいな。なんかね、俺も正直ポルトガル行った時はそういう感じだった、はい、いや俺所属チームで最初の頃全然出てなかったけど、日本代表には呼んでもらって、はい、日本代表では試合に出てたから、1ヶ月にその1回とか2ヶ月3ヶ月に1回のその代表ウィークとかチームのカップ戦が俺の出し切る場だったから、本当わかる。でも集中力ってさ、短期決戦だったらすげえ持つじゃん。はいはいはい、うん、だから俺もなんかその感覚でやってて、去年のヨーロッパ遠征から10月に帰った時に、うん、で集中してやったから、なんか終わってすげえ疲れちゃったの。あ、これだとサッカー選手として良くないなと思って、試合に出続けたいと思って日本に帰ってくるって決断したんだけど、やっぱね、はいはいはい、俺も正直今年の最初はどうしようかなって思ってた。久しぶりだからさ、毎週とかさ。でも俺は、まあ、それは本当昔からずっとそうなんだけど、練習でできないことは試合でできないっていう感覚なの、うんうんうん、だから練習をまずしっかり一生毎日やるっていうことをやってたら、試合って要はそれの延長線上だから、はいはいはい、だからあんまりよし今日は試合だから集中しようっていうのがあんまりなくなって、こう割とそのいい循環でというか、
いけるようになったっていうのと、あとはずっとやってたらさ、痛いとことか出るじゃん絶対。はいはい、ちょっと調子悪いなとかさ、なんか今日フィーリング悪いなとかさ、でも、はい、その時の自分のその状況が自分の 100% だ。毎日の練習も俺はその感覚でいて、じゃあ前の日試合がナイターだったから夜あんま寝れなかった、でもじゃあ朝練習があり、ただその朝の状態眠いんだけど、その状態が自分の 100% だから、その状態でできることを全力でやろうっていうのをずっと繰り返してっていう風にしてるんですけど、大丈夫ですかこんな感じで。いやすごい参考になりました。絶対なってねえだろお前言い方。でさ、リュウキはさ、これからどういうキーパーになりたい、はい、上背がない分やっぱり俊敏さだったりそういうのはこう絶対必要だと思うんですよ、戦っていく上で。でまあ今のこうキーパーのまあ流行りじゃないですけど、結構ビルドアップに参加してっていうのもあるじゃないですか。でそこは本当に突き詰めてはいきたいですね。超ハイブリッドビルドアップゴールキーパーってこと？そうですね。でも龍騎ってさ無理しないよね、俺それがすごいなと思う。なんて言うんだろう、技術無理するじゃん。はい。でも俺元は大学の時とかめちゃくちゃ無理してたんですよ。でトラップして空いてきたらドリブルしてとかやってたんですよ。でまあそれの嫌な経験が多すぎて、うん、まあ、そこは分けようっていうふうにはしてますかね今は。龍騎ってなんか俺すげえ見てて、その技術があるんだけどこうやりすぎないっていうか、ちゃんとその正しい、はい、技術を発揮するからすごいすごい上手く見える、そこの部分がっていう感じがする。見てて多分自分の中であもうちょっと攻めたいなみたいな時も多分あるじゃん。はい。でも多分それをこうリスクとのこの塩梅に天秤にかけた時に、はい、あここを選ぼうっていうのはすごい、なんかでもその判断すげえ正確だなって試合この前見てすげえ思ったんだよね。まあ、それが合ってるのか分かんないんですけどね自分の中では。でもいいんじゃない、だってそれはこうやって結果につながってるわけじゃんチームとしてさ。じゃあ本当に攻めることが必要な時に攻めればいいわけじゃん。チャンスの時に武器なんて隠しとけばいいから、はい、本当チャンスの時にさ、うん、必殺出せばさ、それでね、アシストなんて年間10もできないじゃんキーパーって。年間1やったらいい方だし、キーパーのビルドアップから点入るのは年間点あれば多分いい方だからな、はいはい、それ出せばいいんじゃないって気がするけどって思った。だからすげえ見てて、はい、大人だなって思ったプレーが。ちょっと成長しましたね。いや、龍騎でも本当成長したと思うよ。やっぱ性格的に、うん、すげえやっぱ落ち着いたじゃん。って思うの、俺は。まあ、はい。あと、プレーも。なんかさ、ななみさんの時から試合出たじゃん。名古屋戦かな。はい。はい、はい、はい。俺、あの試合見てて、あの試合とかは、オリュー出てると思って見たけど、やっぱあの時と今全然違うもん。なんかそのですか、イケイケ龍騎って感じ。しかもあれデビュー戦だったんですよ J1。 そう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 、俺それミス、はい、だから多分、はい、でも今の龍騎は本当にこうずっとこう試合出続けてるような、なんか雰囲気をすごい見てる感じだから、ちょっと楽しみ。どうかな、チーム J1 上がってきて、うちも J1 絶対残って来年は静岡ダービーで J1 でできたらいいな。そうですね、はい、やりたいですね権田君と。お疲れっす。いやでもゴンちゃんにも新たな発見がある対談になったんじゃないでしょうか。いや今日はまず、びっくりしたのは、まず龍騎があんなにちゃんと喋れるんだってことをびっくりしました。僕のイメージが止まってたん で、あとはやっぱそのやっぱりこうモチベーションを保つのってすごいやっぱ難しくて、やっぱそれをこう一つこう、まあ、龍騎からヒントをもらったというか、そのモチベーションを保つ方法、やっぱ俺が思うのは、試合に出れてない決めるのは監督なんだけど、やっぱ自分がこうその日一日出し切るっていうことは、もう絶対にサッカー選手でこう特に成功するためには、まずは絶対必要なことだから、誰よりも自分がいいプレーするんだっていう気持ちで練習に臨むっていうのは、まあ、本当大事なことだなって、今日すごい学びになりました。